こんにちは、玉置です。今回はデリシャスパーティープリキュアのお出かけマスコットをいつもの早売りのスーパーさんで買ってきたので、こちらを開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では3月7日の月曜日に発売ということなんですけど、いつもの通りにイオンさんなどの大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されてるんじゃないかなって思います。コンビニの入荷はね、こちらの商品はあまり見たことがないんですが、もし入荷があるとすれば、コンビニは発売日通りに月曜日に店頭に並ぶと思います。それではまずは気になるアソート情報といきたいところなんですが、こちらの商品はですね、売り場にごちゃっとなってたのでちょっとね数が把握しきれてないんですけど、こちらのパムパムちゃんがですね、私が買いに行った時にはもうねこの一つだけになっていました。もしかしたらね、先にこちらのパムパムちゃんだけを買われた方がいらっしゃったのかもしれないんですが、私が見た段階ではこちらがね1個しかなかったので、もしかしたらね封入率が少ないのかもしれません。ご参考までにお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認ですね。パッケージはこんな感じの、去年から引き続きねこの透明な袋のパッケージとなっております。中が見えるので分かりやすいですね。うん。でプリキュアの3人が書かれてて、こちらにねバッグなどにつけて一緒にお出かけしようということで、うん、これね好きなシリーズとなっております。でラインナップがこちらです。うん、6種類ということで、プリキュアの3人と妖精の3匹、うん、いいね。妖精もね入れてくれると本当にありがたいです。やっぱりねマスコットは妖精ありきですよね。うん。そしてこちらはねおもちゃと一緒にねだいぶ前に発売されたものなんですが、うん、スパイシーちゃんだけねちょっと今年は、うん、チョイスして買ってみました。おもちゃ売り場にはですね、こちらのデビューガイドという小冊子が置いてあります。こちら無料でもらえるものなので、よかったらゲットしてみてください。おもちゃの情報などが載っております。それでは開封してみていきたいと思います。準備ができたので、順番に見ていこうと思います。まずはキュアプレシャスから。うん。こんな感じになってます。いやー、このね、ペショット感というか、ヘナチョコ具合がね、これはめちゃくちゃ可愛いんですよね。今年もいい感じに。ヘナチョコですね。かわいい。ヘナチョコと言いながらもですね、ちゃんと服のデザインとかはね、プリントされてるんですよ。そして、このね、コメコメちゃんがちゃんと書かれてます。わ、これはすごいね。うん。いやー、かわいい。うん。で、髪の毛もね、割とちゃんとね、このピロンっていうのもあるし。いやー、これかわいい。本当に。これね、毎年ね、出てほしいね。私はね、この、うん、なんだろう、こういうヘナチョコな、ぬいぐるみが大好きなので、もちろんねこのちゃんとしたぬいぐるみも大好きなんですが、このねちっこいやつがね好きですね。うん、かわいい。そしてスパイシーちゃん、スパイシーちゃんちょっと顔が面長になってますが、これは個体差かな。うん。そしてねパムパムちゃんもちゃんといますね、やっぱり。うん、かわいいかわいいけどちょっと面長だな。この髪の毛がもうちょっとこっちにねこうクリンって出てるとよかったかなって思うんですが、こんなもんなのかな。うん、こうなってますね。後ろのねリボンもちゃんと、うん、あ、そうだね、こっちも見てなかったけど、めくるとちゃんとリボンが書かれてますね。うん。このね触り心地もめちゃくちゃねいいんですよ。うん。この髪の毛もね柔らかいから、うん、そんなに引っかからない感じでいいですね。うん。そしてヤムヤムちゃんです。ヤムヤムちゃんはねこのクリクリっていうね髪の毛がめちゃくちゃ可愛いです。うん。そしてここにもねいますね。いやかわいい。本当に細かいねプリントが。そしてねこのねボディースーツみたいになってる感じなのがまたねこれの特徴だと思います。いやかわいい、本当にかわいい。うん。これね中身が見える仕様なので、ちょっとしたね個体差とかは選んで買えると思うので、うん、ぜひねかわいいものを選んで買ってみてください。うん。そしてお目当ての妖精さんです。これがコメコメちゃんですね。いやー、やっぱりね妖精はいいね、このマスコット感が。うん、かわいいですね。まあ後ろはシンプルですね。そしてでもちゃんとね尻尾が、あ、お狐様の尻尾があります。うん。あー、このね触り心地ぜひね体感してみてください。すごく、うん、サラサラしてていいですね、かわいい。うん。でパムパムちゃん、パムパムちゃんがね本当に少なかったので、たまたまかもしれないんですが、もしかしたらね本当に少ないかもしれないので、パムパムちゃんがね欲しい方は早めにゲットしてみてください。うん、かわいいね。うん、このねマロっぽい感じのねうん、模様がねかわいいよね。お手手がね隠れてるけどちゃんとあるのがいい。いやーかわいい。うん。で後ろが尻尾がちゃんとあります。いいね。こっちもお手手あったかな、あるよね。あー、あったー、隠れてるけどあります。かわいいね、やっぱりね。あ
これ個体差かな、ここが。ここがめちゃくちゃ飛び出てます。まあ、これはこれでね、かわいいね。うん。かわいい。このドラゴンっていうね、モチーフが。うん。いいね。今までにない感じでね。うん。尻尾が、ドラゴンの尻尾が。かわいい。このね、これもいいし、うん。たてがみというか、ヒレというか、たてがみなのかな、ヒレなのかな。かわいい。あ、お花の穴がちょんちょんってあるのもかわいいですね。いい。やっぱりね、いいね、妖精は。うん。そして、おまけで、こちらのね、フワフレンズのぬいぐるみを見ましょう。うん。やっぱりね、これはね、ちゃんとしたぬいぐるみとして売ってるものなので、目の刺繍とかもね、ちゃんと綺麗に入ってますね。うん。で、ここのパムパムちゃんも、ちゃんとね、わかる感じに、うん、なってます。すごいね、印刷がやっぱり細かいですよね、今回はね。うん。で、このスカートもね、ちゃんとね、色分けもされてますし、ひらひらになってるし、かわいいね。うん。で、このね、ボリュームが、ボリューミーなね、この、うん。サイドテールがめちゃくちゃ、でもこんなにピンクがあれだっけ、巻き巻きされてましたっけなんかヒューってなってる感じのイメージなんですが、ね、こんな感じで。すごい巻き巻きされてます。あ、でも可愛いけどね、うん。うん。いやー、これね、みんな揃えたいんですけどね、毎年ね、みんな揃えてるとね、大変なことになるので、これはね、毎年、推しと気になる子だけ買っております。あー、やっぱりね、妖精いいよね。あ、羽ちゃんとここにあったんだね。うん。ということで、お出かけマスコットのご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。